はい、えー、ナマステ。はい、えっ、ー、と、このビデオでは、えー、日本語教師のあの、行動リストの例をご紹介します。これは後で皆さんにそれぞれ自分の行動リストを作ってもらうために、その、あの、例として紹介します。はい、えー、日本語教師のあの、行動リストとしては、まず、毎日やる定例的な、えー、行動としては、あの、前の先生の引き継ぎメモを読むっていうのがあります。これはあの、えっ、ー、と、日本では、あの、 チームで教えることが多いので、こういうことが引き継ぎっていうのは必ず必要なんですね。まあ、インドではちょっと違うかもしれません。はい。で、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、家で授業の準備をして学校に出勤をするとかですね。もうこれは毎日だいたいやるようなことです。で、それから、毎学期やる。毎日じゃないけど、毎学期やる定例的な行動としては、その、来学期ね、次の学期に何曜日が学校に来れるか、何,何曜日に勤務できるか、そういうことを え、ま、非常勤の先生ですね。非常勤の先生はこういうことを伝えて、で、その主任の先生から新しい時間表をもらって、それを読むとか、こういうのはもう、毎学期やりますよね。で、え、例外的だけど、よくある行動としては、例えば体調を崩した時、風邪をひいちゃった時、病気になった時、そうした時に、え、休校することを、え、主任に伝える。 わけですね。あるいは主任の人から、あの、田中さんが病気になって授業できないんですけど、休校、あの、代行ですね。代わりに授業してくれませんかって頼まれたりすることもありますね。はい。えで、こういうのができたら、あの、例えばさっきのですね、あの、前の先生の引き継ぎメモを読むって言われて、じゃあ、これをどういうふうに教えたらいいかって、えー、ちょっとまだわからないですよね。なので、これをもっと細かく分けると、それを教えやすくなってきます。 さっきの前の先生の引き継ぎメモを読む。これでしたら、えー、まず発信者、書いた人のメモを、あ名前を読む。と、えー、いうことは同僚の名簿が読める必要がありますよね。えー、予定通りだったのかを読む。えー、それから予定通りではなかった場合、どこから始めればいいのかを読む。欠席者、休んだ人がいたら、えー、いたかどうかを読むで。その場合も生徒の名前が読める必要がありますよね。えー、それから宿題がどのぐらいできていたのかを読む。 こういうこともあります。これもっと詳しく書いてあるので、興味のある人はこのリンクを開いて、えー、あの、その、日本語教師の行動リストを読んでみてください。はい。じゃあその引き継ぎとかでですね、使われる表現、さっき行動を細かくしてみると、もうだいぶどういう表現を教えればいいかが分かってきます。まあ最初にお疲れ様ですとかそういう挨拶必要ですよね。それから予定通りでした。予定通り進みませんでした。 こういうことも必要です。それができなかった場合は、何々ができませんでした。文系語ができませんでした。とか、そういうときですね。あと、えー、誰々さんが、えー、欠席でした。えー、人の名前を入れて言いますね。それか、ら第5課、第6課、こういう言い方。それから、えー、20ページ、25ページ、そういう言い方。それから、えー、人を数えるときの何名、欠席者何名でした。出席20名でした。とか、そういうときですね。それから、教科書の中に出てくる、 え、本文とか、練習とか、そういう言葉ももちろん必要です。え、それから、えっ、ー、と、それから、えっ、ー、と、欠席でしたっていう時に、こういう時に使うような同僚とか、生徒の名前、こういうのが必要ですよね。はい。えー、つまりですね、行動中心アプローチの時は、言語から始まるんじゃなくて、まず行動から始まるんですね。行動から考えて、そのために必要な言語は何だろう。そういうふうに考えるのが、この行動中心アプローチの 考え方ですはい、えー。ではですね、この次のビデオでは皆さんに自分の、えー、強みを考えてもらおうと思っています。はい、えー。ではこのビデオ、2本目のビデオはここまでになります。えー、フィルミ電芸。